さあ、マシコ。どうした？今日これはこっち側を こんな感じで PI ピクチャーインピクチャー、こっちが一塁側が微妙なあのタイミングのやつ、ライトフライのナイスを取るために持つとこ止めて抜けてもいい。そっか、こっちか。ライトフライ結構2回ぐらい行ってる。なんかね、来るでしょうね。積極的にして消極的ここに入る。素晴らしい、実は。これすごいね。パナーね、これが。さあ、いい試合だ、いい試合だ。PIP ですね。素晴らしい。放送がなかったら勝ってたんじゃないの。なこれね、スマホが3つくらいあると思う。3かどうか。でもね、邪魔すぎる。もうメインが見えなくなっちゃう。これテレビの画面で見れば結構、ね、そう知ってるからね。そうテレビとか、そう、そこの YouTube でも、ね、大きい。あ、この回大事だよ、この回。これ素晴らしい。うん、これ家族来たの？来たんだよ。一緒に来たよ。これ自身もついてる。この前娘連れてきたよ。自分で撮りながら、自分の自撮りもできる。小学校5年ぐらいだよな。YouTube 時代の。そうそうそう。YouTuber 多いからな。奥さんと似てる。奥さんと似てる。一応自分も YouTuber みたいな。そっかそっか。ものすごいいっぱい稼いでる。稼いでない。全然稼いでない。あれね、なんか招待状みたいな。さあ、呼ばに行こう。招待状みたいなの届く条件が、ある程度、前の月に再生回数が、そういうハードルがあるんですよ。あ、そうなんだ、再生回数を。俺が上げてるんだけどね、こういうやつだから。多くて10回とか、再生回数。工藤さんがさ、そうそう、2000近く上がってんだけど、ものすごい上手い人がプレイしてて、プレイの解説とか入れてきて、そうそうそう、こういうの結構あるんですよ。おらー、来た。いやー、正面だ。正面だ。残念。ナイスバッティングしてでもね。ナイスバッチ、ナイスバッチ、ナイスバッチ。押し押し、押し押し押し。いい当たり、いい当たり。ね。結構来てたよな。5番、ちょっとずれたらね。ちょっとこっち入る。なんかね。ちょっとね。うん。最初のストライクよね。ちょっと可哀想ね。見ちゃうね。ファーストストライク。ね。うん、やっぱいい球打ちますよ、最初のストライク。大体ね。こうてっぺんのこと。まあ、このね、ここら辺がないんだよね。ここら辺がほぼない。円形じゃないな。確かに。ね。苦労してんだ。面のあの、ものすごい当たりね。ね。ボールから煙が出るんじゃないか。でも、ここ外ったら絶対に行くはずだから。結構ミートが。同じ部署かな。ナイスイング。ちょっとでも目が離れるの早いのかな。目が切れるのが早いのかな。来れたらなんかまるでさ、来れたら行くっていうのはあれダメだよね。そこのバッティングセンター見てで考えてるから。バッティングセンター調子よかった。あ、ないね。そうなんだ。結構混んでます。結構混んでる。混んでる。少年たち結構いるんですよ。ていうかね、今日ね、面白がってずっと左打席やつ。基本いるよ、しっかりさ、こねて。左打席やつ。それは、あそこって、左打席って、若いんだけど。一番左しかないじゃないですか。一応一人入っちゃうと、もう、全部右側が。ナビちゃんまだ開けない。左打者は今日、見なかったから。あ、でもな。こっちもみんな混んでたからね。中村のり、誰ばっかり来た。セーブの中村。ナイスナイス。ナイスナイス。リレー、まあ、小さくして。小太り食った。他にないじゃん、近くに。でもね、礼儀だけはうちのチームちゃんとしてるからね。礼儀だけはしっかりしなきゃいけないな。さあ、松本さん行こう。最高。松本して。やっぱ入り口開いちゃった。おお、あれ入ったか。広くね、そうしたよ。およ、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 見えてる、見えてる、大丈夫よ。あ、ワンダーさん、ワンダーさん、ワンダーさん。およ。あれ大丈夫。あれ？やばい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 。どうしたバッチャ？どうした？
どうなったね。こけた。潰しちゃった。いや、今の見ると40代って感じしたな。映像を止めてもらって。どうした。今のもしっかり。やばい。しょうがない。珍しいよね。